ただ、100円では、
べなくても野菜だけでも生きていけますから、あとは完全な肉食動物ですから、それが自然のあるがままの姿、そしてどうかご理解ください。それでは実演に先立って、今回の催しをお受けくださった NPO 法人ゆめ空間松代の町と心を染めてる会、副理事長の石山久美雄様からお集まりいただきました。皆様に一言ご挨拶をいただきたいと思います。石山様、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今、紹介をいただきました、夢空間の石山邦夫と申します。今日は、不安の紅葉保存会の皆さんの方による、赤狩りのイベントであります。大勢の方にご参加お集まりいただきまして、主催者側としても心から御礼申し上げます。ありがとうございます。実は、皆さんご案内の、NHK の大河ドラマサラダマルで一方の優であります、ロイド公演の全国ネットで、クローズアップをされてまいりました。松代藩の体は10代続いたわけでありますので、言うことは大事ではありませんけども、松代の真田藩があったおかげで、真田家が存続したと、こういうことでありまして、250年続いた松代だから日本の文化が栄えたと、その一つとして今先生からご案内のように、松代の熱熱気が真田藩に伝えて、この鷹狩りを進めてきたと、こんな状況がありまして、この鷹狩りは松代が一番の発信地であると、元であると、そういうことでありまして、我々今まで、お恥ずかしい話ですけれども、知りませんでした。松代雅楽とか、安田走る奏曲とか、思うとか、こういう無形文化財がありましたので、そこへ、この、伝統的な鷹狩りのこの頂上であります紅葉樹を、新たに松代の文化として加えて、皆さんと一緒に、松代長野市の発展のためにも観光のためにも頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げまして、今日は最後まで、楽しい鷹狩りの見ていただくことをお願い申し上げまして、簡単ですが、御礼のお願いのご挨拶にさせていただきます。よろしくお願いいたします。山様、ありがとうございました。以上、NPO 法人、夢空間、松代の町と心を育てる会、山本副委員長の石山、神様からのご挨拶でした。さて、お待たせいたしました。いよいよ、鷹匠と鷹の登場です。今回、紅葉術の披露していただくのは、諏訪流紅葉術の
さんです。ただいまご覧いただいているのは、わまわりという鷹の調教の基本中の基本です。しちゃいけないんだからね。ところで皆さん、鷹匠というのはただ鷹を飼ってるだけの人ではないんです。鷹を飼育するだけならペットとしても飼えますよね。鷹匠というのは鷹の調教師なんです。鷹を調教して鷹狩りに使えるようにするんです。もともと鷹匠は将軍や殿様にお使いして、将軍や殿様の鷹をお預かりして調教するのが役目です。ですから鷹を万全の状態に上げておかなければならない。そこで鷹匠は訓練し、鷹をさまざまな環境に慣らすため、鷹匠は鷹を腕に据えて山や野原、時には街中も歩き回ります。これを据え回しと言います。据え回しです、はい、街中を歩くことを据え回しと言います。そして今回のように一箇所をぐるぐると回りながら鷹に周辺を見せて場所と状況に慣れさせる訓練をわまわりと言います。一見ただ回っているようにしか見えませんが、こうすることで鷹匠はこの場所に鷹を慣れさせているんですね。鷹は将軍様や殿様とどこへ行っても自由に狩りができるようになります。では鷹匠の皆さんを紹介いたします。
スピタル。なんと国立の鷹専門の病院があるんですけれども、そこでも研究を積んできた国際派の鷹匠です。外国の鷹匠さんとも交流をするよ。次の女性はルー君よ鷹匠穂です。ルー鷹匠穂は本業はお医者さんなんですね。そしてもう一人の男性は中野空と鷹匠穂です。鷹匠穂になられてから、間がないなったばかりということで、ちょっと衣装が間に合わなかったと、説明をします。
させる訓練です。一見簡単な訓練に見えますが、実は非常に大切な訓練の一つです。ごめん。大鷹は自分の調教を担当する鷹匠に一番慣れやすく、また人の顔を識別して見分ける習性があります。なりますと、人見知りをして他人の腕に据えられるのを嫌がるようになってしまうことがあります。先ほども言いましたが、鷹の主人は将軍や殿様です。鷹匠は本来の主人の殿様にちゃんと扱えるよう鷹を調教する、そういう訓練をするための、これは振り替えという技です。実は大きいから大
大高というのではなくて、大人になると胸の色が青みがかってくるので、もともとは青高と言います。青高が大高になりました。源氏物語なんかに出てくる鷹狩りはこうした大高ですし、戦国武将たちが好んだのも大高です。ハリスフークというのはノスリという鷹の一種で、日本ではモモアカノスリと言います。英語でハリスフォークです。南アメリカが原産です。20世紀になってから鷹狩りに使われるようになったと言われ、鷹狩りの中では比較的歴史が浅い種類です。ただ、さっき私も懐かれたんですけど、大変人間に懐きやすい鷹で、またデリケートな大鷹と違ってストレスにも強いので、鷹城の入門編として使われます。では、そろそろ準備よろしいでしょうか。はい、では、次にご覧いただくのは、渡りという技です。
何？では、今会場にいらっしゃる皆様の中から大人の方2人とお子様2人ご希望の方はいらっしゃいますでしょうか。男性女性は問いません。ただ申し訳ありませんがお子様は小学校4年生以上と中学生の方に限らせていただきます。ご希望の方は手を挙げてください。ではこういう時は静岡県の浜松にあります静岡文化芸術大学の教授なんですけれども、私の真似をして坂の研究の真似を真似事をしている人がいまして、ちょっと出たがりなものですから、その人をとじゃんけんをしていただいて勝ち抜いた人に鷹匠体験をお願いしたいと思います。では出たがりの方です。年齢以上だってもうちょっとなの。ただいまご紹介にあずかりました静岡文化芸術大学の二本松康弘と申します。ただいま大切をしている二本松康弘さんの夫です。二本松だってなんだ。なんじゃありませんが、私だってそこそこ研究だって頑張ってるんですよ。そうなのに坂の研究のマネオブトブとか言われてですね、ちょっと法廷で裁判に伝えたいなと思っているんですけども、それはやっぱりね、まずはじゃんけん、まずお子様2人を決めさせていただきたいと思います。で、やってみたいってお子様をですね、ちょっとこのロープから中に入ってください。では、高城体験の準備を待つ間、なぜ今回松代でこうして鷹狩りを開催することになったのか、松代藩と鷹狩りの深い関係についてちょっとだけ私の方から解説をさせてください。徳川家康公は鷹狩りをこよなく愛したことで知られて、大勢の鷹匠を召し抱えていました。その中でも特に重んじられたのが長野県の能見の出身の鷹匠です張陽軒という人です。もともと小さな家族の小さな養子の一族ですが、家康公はこの根津商用権を五千石の俸禄で召し抱えました。松代藩の紀藤家老の長脇よりも高い石高6で抱えられたということです。しかも根津商用権の後を継いだ甥の根津信政は神津の国豊岡、今の高崎ですけれども、そこで1万石を与えられて、なんと大名になってます。この辺りだと須坂藩の織家が同じ1万石ですね、
流というのは江戸時代の鷹狩りの最大流派になりました。当時の鷹狩りは鷹を使う技術はもとより鷹に関わる物語や和歌などといった知識を伴う教養的な要素の強いものでした。ですから諸藩の藩主は教養的なたしなみとして鷹狩りを行っていたのです。根津流は家康公に登用された明治昭陽県ゆかりの流派ということで格式が高く当時の武士たちに大人気だったのです。ところがこの根津昭陽県家康から御戦国もいただいてるんですが、実は根津家の本家ではなく分家なんですね。それで本家はどこにあるかというと、ここ松代藩に仕えた根津家なんです。ここのすぐ南側、松代総合病院と真田宝物館の間の道あたりに根津氏のお屋敷がありました。根津氏の本家なんですけれども松代藩に仕えています。松代の初代藩主真田信之公に仕えたのが根津氏、島というのは伊勢志摩の島と書くんですけれども、その人です。信之公は長岡藩主の息子さんを来客として接待するときに、この根津島という人に鷹狩りの準備を命じたりしています。そうしたこともあって最近は宮内庁書道部というところでその松代根津家の鷹狩りのテキストが見つかったり、埼玉にお住まいの根津家の松江のお家にも根津家の鷹狩りの書物が所蔵されていたりして、松代藩の根津氏が伝えてきたいわば松代の鷹狩りの文化が結構注目されています。そうしたゆかりもあって2年前にこの場所で鷹狩りの催しを企画していたんですけれども、2年前は当日ものすごい雨で実演ができませんでした。それで今回こうして再演の機会をいただいたということなのです。では、諏訪流のスタジオの皆さん、鷹城体験のサポートをよろしくお願いいたします。手袋はめてね、そしたら今度男の子のとこ来るから、ね、この
手でサクシャクサクシャクとか手っていうか掴まれればすごいですね。猛禽類だから。人が突っ込んでる。そうだね。入門の方で使うって言った。高く飛んじゃったよ。
カラスだ。カラスになっちゃった。カラスは縄張り意識が強いので、噂を撮影すると警察に行きます。多分これは偵察部隊で、この後この人たち、こいつらが、カラスを呼び集めて空が真っ黒になる。ご協力をお願い申し上げまして御礼のご挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございました。